中泉松次5月7日隊は日本の政治家。自由民主党所属の元参議院議員。秋田県は秋田市、下新城の農家に生まれる。曽祖,祖父、祖父、父は地方議会議員を務めた。秋田県立秋田高等学校卒業。1年浪人し、中央大学小学部に進学。2003年3月、同大学卒業。同年、 斉藤シュルセン参議院議員の事務所に勤務。2004年7月、斉藤は、元秋田テレビアナウンサーの新人、鈴木春悦に敗れ落選。失業し、家業の農業に従事。大学の同窓会で、清掃会社の株式会社アイビルサービス社長を、務める先輩に会う。農業をやっているが行き詰まっている胸を離すと、トイレ掃除からでよければ、うちに来て、 仕事をしていいよと言われ、2005年1月から同社に勤務。2007年4月、秋田県議会議員選挙に、秋田市選挙区から自由民主党公認で立候補し初当選。2011年に再選。2013年、第23回参議院議員通常選挙において、秋田県選挙区より自民党公認で初当選。 2019年の第25回参議院議員、通常選挙は、陸上配備型迎撃ミサイルシステム、イージス・アショアの配備計画の是非が争点となり、野党統一候補の無所属新人、寺田生徒の事実上の一騎打ちとなった。危機感を強めた自民党は、秋田選挙区を激戦区と位置づけ、著名議員らを相次いで応援演説に投入した。 公示日の7月4日には岸田文雄政調会長と小泉慎次郎が秋田入りした。加藤勝信総務会長、山下隆法相、三原淳子、あき明選対委員長らが弁士を務めた後、7月13日に安倍晋三首相、7月14日に菅義偉官房長官が秋田に足を運んで、デコ入れした。7月21日の投開票の結果、 エラダに敗れ落選した。佐竹隆久知事は7月29日、参院選後発となる定例記者会見を開き、中泉の敗因について見解を述べた。党幹部が続々と来見したことに言及し、中央から大物が入ると反感を買う。自民党の選挙の仕方はどうなのかと疑問を呈した。イージス・アショア計画はその後停止、後に断念となる。 祖祖父の代から続く政治家一家で、父も秋田市議及び、秋田県議であった。東京ヤクルトスワローズの石川正則は、小学校時代からの幼馴染み。離婚歴があり、子供の親権は元妻にある。当時婚姻中ではあったがすでに冷め切っていた、夫婦関係にあった中泉の良き相談者として、彼を支えていた女性とは、 その後も交際を深め沖縄選挙戦には同伴するなど順調に愛を育み、元妻との離婚成立後再婚すべく双方の親に挨拶に行くほどの中であったが、相手方ががむわずらい令和2年7月27日、関。ありがとうございます。